藤原高草は、平安時代初期の貴族。藤原北家業名流。三位。藤原藤継の三男。かには、聖五位下、越前守る。公認十三年右京昇進。天朝三年式部大進む。天朝四年十五位下に助赦して、美之助に任せられて現地に下校。認知では、何事も、他人任せにせず、コーナーを織り混ぜた対応で統治を行った。 また、陰謀や悪事をことごとく暴き、国内に盗賊がいなくなってしまったという。人志明朝でも貧後日後、越前等の国主に任ぜられて、地方官として、地席を挙げるが、昇進はわずかに、上は8年に14年ぶりに除せられた15以上に、止まった。歌小3年、文徳天皇の即位に伴って、聖五位下に少女され、歌小4年時事中に任ぜられるが、 背中にできた悪性の使用により、22年2月25日即居。去年58。最終官位は、越前森正五位下。身長が六尺という長身で、人並み外れた漁力の持ち主であった。また、息が盛んで、細かいことには関わらない性格であったという。身の助に任せられ、現地に下校した、際の知石として、以下の話が伝わっている。 中気のないものは、六国史による、尊卑文脈による、ありがとうございます。